よし、ミステリーバッグの購入者列をさばき終えたぞ。俺も店内の品出し全部終わったぜ。アジーム先輩、僕たちもしかしてすげえ成長してません？やっぱりか。俺もちょうど同じことを思ってたとこだ。よし、この後も頑張ろうな、ゲス。はい、アジーム先輩。数日続いたサムズニューイヤーセールもそろそろ終わり。ここでクルーにバイトの感想を聞いてみよう。どうだい、この仕事にやりがいを感じてもらえているかな。おい、たくさんの客が来て最初はびっくりしたけど、すげえ楽しいな。お客にありがとうって言われるとめちゃくちゃ嬉しい。ああ、I see。スペードの小麦ちゃんのご感想は？列の横入れを防いだり、客同士の喧嘩を止めたり、予想よりずっとドタバタなバイトですけど、おかげで拳で黙らせる以外の仲裁方法も覚えられたし、参加できてよかったです。Thank you。 素晴らしい感想だね。それぞれこのバイトから得るものがあったようで、店長の俺も嬉しいよ。ところで、この店には新年からいろんな夢や欲望を持ったお客様が訪れているけど、コウニちゃんたちはどんな年になることをお望みかな？抱負なんかがあれば聞かせておくれ。僕は座学も実技も学年トップを目指す。今はトップとは程遠い成績だけど、目標はでかい方がいいと思うんで、これが新年の抱負です。俺は学園のみんなと楽しく過ごせる一年にしたいな。毎日笑ってうまいものを食べて、今日はいい一日だったって言える日がたくさんあればいいと思う。二人とも話を聞かせてくれて Thank you。 君たちが素敵な一年を過ごせるよう祈ってるよ。さて、大にぎわいのセールもいよいよ大詰めだが、この後も夢とサプライズが詰まったミステリーバッグを求めてお客様が押し寄せるだろう。コウニちゃんたち、最後まで新年のセールを一緒に盛り上げておくれ。頑張ります。任せとけ。毎度ありがとうございました。デュースの挨拶、毎回元気よくて聞いてるとスカッとするな。